はい、それでは今回 FF4 のパート14ですね、やっていきたいと思います。まあ、前回の続きで試練の山ですね、ボス戦に挑んでみたいと思います。で、テラのレベルをね、2レベルほど上げてきました。3かな ?3 ぐらい上げてきて。不意打ちはやめてもらいたいんだけどな。ねえ、ちょっとさ、意味がわかんない、マジで。なんなん、このテラの弱さね。もう嫌になっちゃうよね。はい。3レベル上げても全然使い物にならないテラでしたね。はい、ということで、炎とケアル系で攻めたいと思います。まあ、相手がアンデッドなので。黒魔法。ファイラ。全体。で、白魔法でしょ?ケアルラ、ケアルラ。全体。で、白魔法を、ケアルラ。お、倒せた。カウンター3だ。どんぐらいくらい ?141。まずいかな。味方にやっといた方がいい。これどんぐらいくらい ?829 か。104。結構食らうな、こっちが。ああ、そんな強くなかった。よかった。で、これで2戦目があるみたいですね。1回やった後に。セシルはレベルアップ。では2戦目いきますか。連続で。で、カウンター来ちゃうみたいなんで、こいつが。生属性で撃つしかないみたいですね。通常攻撃も呪いの歌でスローになっちゃうし、炎を与えたらまたそれでカウンター来ちゃうみたいなので。まあ、生属性で攻撃って感じで。アイテム。どうしよう。ハイポーションでいっか。テラ。で、白魔法。いや、こいつはいいわ。スキップ。白魔法。で、ケアルラ。ケアルラどこだ?ケアルラで、相手。白魔法。ケアルラ。あれ、今何やった?いや、そうじゃないんだけどな。ケアルラ、ケアルラあった。白魔法の、ケアルラ。相手。で、白魔法。ケアルラ、相手。もうこいつらは防御でいいんじゃないか。スキップ。白魔法を、ケアルラ。相手。スキップ、白魔法を、ケアルラ。相手。やばい。アイテム。ポーション。テラ。
アイテム。ポーション、テラ。白魔法。ケアルーラ。で、相手。アイテム。ポーションで、フォローム。で、白魔法。ケアルーラ。で、相手。アイテムのポーションを、どうしよう、フォロムでいいか。で、白魔法、ケアルラ、アイテム。セシルも若干やばくなってきたから、セシルも、ポーション。白魔法。ケアルラ相手。あとどんぐらいなんだろう、HP。OK、倒した。超もらえるな、経験値。7046。この私が貴様らごとに、木に。くばー。お、倒せた。我が息子よ。戦うんか。これどうすりゃいいの？弱っ。剣を収め耐えるのだ。耐えるの。これ防御の方がいいのかな。逆に、超クラはね。これ、100。正義よりも正しいことよりも、大事なことがある。いつかわかる時が来る。白魔法使えんの？ケアルが使えるのか？
有機質資料。終わった。パラディニアった。動かせない。先に進めないんだけど。すべての魔法を思い出した。メテオ。あらら。メテオ覚えたよ。はい。ということで、戻りますか。と言って、戻るって言っても、なんか、デカンタアイテムが手に入るみたいなので、この帰り道に。非常口だっけ？なんか、脱出するのではなくて、ちょっととりあえず戻って、そのデカンタアイテム手に入れたら抜け出したいと思います。非常口で。アイテム使ってね。まあ、この辺はカットでいいでしょう。はい。え、どこにあんだ？この下かな？え、これどこ？こっちか。ちょっとエスケープ。逃げる。セシルの MP が。ちょっと逃げます。あった。ああ、敵が。めんどくさい。OK。これ手に入ったので、アイテムでもう抜け出します、こっから。これですね。OK、抜けたので、じゃあミシティアの前で。ミシティアの前、次どこ？ミシティアの戻るんだよね、多分。てか、なんか一人固まっちゃってるし。ちょっとエスナで回復します。
チョコボの森。降りられた。ちょっとこれで戻りますか、ミシリアまで。でも時間がちょっと長くなっちゃったな。まあ、ミシリアの前で一回切りますか。はい、じゃあここで降りて。はい、ということで一回ここでね、動画切ろうと思います。パート14ですね。次回がパート15、この続きからね、やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。